こんにちは、チョメです。今日は、この、フォーメーション飛行っていうのをやっていきます。8時間だと思います。一回これね、やろうかと思ったけど、8時間で時間がなかったからね、ちょっと後回しにしてたんだ。で、こっちと併用できるからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ありがとうございます。こんにちは、チョメです。ちょっと他のゲームの通知は切っとかんやけんね。カットしとるかもしれん。開始8時間。ありがとうございます、本当に。だから、フォーメーションを習うって感じだね。クディッチとかで。ほうきの手入れ&管理。手入れの行き届いたほうきは早いほうきです。さあ、ほうきの手入れを始めてください。わかりました。じゃあ、いつも通りだね、最初は。話し合いましょうね。綺麗になってきた、自分。高い木のてっぺんまで飛んでいって、そこで太陽が沈むまで読書したいな。読書危なくねえか、読書って。ほうきの乗りながら読書って。どっかにさ、あ、そっか、木の上とかに止まって読書のことかな。ファンタって信じられないくらい真顔になってる。木とかに止まってね、読書とかはいいかもしれない。でもすっごい日焼けしそうだよね。太陽の真下とか。大丈夫 ?3 はちょっと多いかな。まあ、いっか。汗かいてるわよ、YouTube。まあね、夏だからな。あ、わかんないけど、このホグワーツの。でも、夏も冬もずっとこれ着てるからさ、あれ、寒いところだろうね。あ、なんか、あれか。場所って決まってるみたいだよね。でも、ハリーポッターのこれ、ある場所。よーし。でも、ずっと涼しいっていうのもどうなんやろうな。冬は冬で辛いからな。子供の頃は冬が好きだったけど。ん?興味ないって?実演。皆さんよく聞いてください。今からほうきの使い方をお手本としてお見せします。あ、お見せして。ではバランスについて話す。まあ、フォーメーションとかチームワークか。結構苦手だな、ほんと。病棟に送られたくないならしっかり聞いてください。あ、すいません。しっかり聞いてなかったわ。うん。黒い子の上を飛び回れたら気持ちいいだろうな。なんで黒い子なんだろう。なんて哀れな、ほうき。マジか、ほうきたちなんだって。よし。よし。休憩してきたので、2時間ほど休憩したのかな?マックスになったから。続けていきます。これ、結構長引くな。また。クディッチチームに入りたいなら飛行の基本を、まあね、基本大事だよね。乗れなかったら意味ないしね。よし。あ、そうそう。1個ずつ星が溜まる方式だったね。よし。一瞬でも油断すると、あ、わかってますよ。集中しましょうね。はい。メモ取ってますね。この中のチョメさんは。あ、これ早くね、髪型とかも変えたいね。次のやつ。でこういう髪型いいなって思ってる。リアルでもこういう感じにした、しようかな。仕事があるかダメだわ。時間をかけてほうきの扱いに慣れてください。ちょっと仕事もやめて YouTube で。そんなんやったらダメか。無理だ無理だ。やめとけやめとけ。このほうきでバランスを取るのはどうしてこんなに難しいの?他のことは何でも完璧にできるのに。ほうき相性悪いんじゃない?変えた方がいいんじゃない?ほうき。じっとしてるのがこんなに難しいなんて、クディッチのキーパーはどうやってるんだろう?あ、確かにね、ほうきって空中で止まってる時の方が難しいよな。ちょっとだけ走ってからはぐるぐる回ってる方が簡単かもしれない。バランスを取る。ほうきを使いこなす鍵はバランスです。バランスを取れるまで練習しましょう。バランスボールとかに乗って練習すればいいんじゃない?怠け者、ローロー練習してるんだ。ちゃんとできてるかな?なんか今回面白いな。まあ3はちょっと多かったかな。まあいっか。15。勇敢。もうそろそろ上がると思うんだけどね、勇敢なレベルも。飛び上がるぞ。それ!また最後に新しいの見れるかな?それだけがちょっと楽しみだな。わかった。フォーメーション、みんなでさ、フォーメーションでさ、飛んでるところ見たいな。見れるかな?この低空で飛ぶのって一番難しいと思うんだけど、よく飛べるね。ウォームアップをする。ウォーミングアップってことかな?ほうきの。ほうきの癖に慣れてください。ウォームアップ代わりにさっさと飛んでみましょう。ウォームアップ代わりか。読み方がおかしかった。歓声を上げる。飛ぶって楽しい。楽しいね。飛んでみたいな、一回。でも飛んだら、事故でさ、死にそうな気がする。リアル的に言うとね。それで飛んでるつもりなの情けないわね。メルラ先生が言ってたわ。あ、じゃあね。次で終わりそうだな、ギリギリ。よし!全回復してきました。では続きをやりましょう。じゃあこれ、ローマンカナを見よう。ひらひら飛び回るビリーウィグみたいな気分だ。ビリーウィグって何?アンドレに笑いかける。君のスタイルを気に入ったよ、チョメ。メルーラも話したよな。じゃあ左上。
耳を澄ませる。ヨロヨロしている生徒。ローアンどいて。ローアン当分先におったぞ。ローアンは関係ないだろ、今は。アンドレには才能があるな。まあ、しょうがない。じゃあ自分をタップしようか。あ、マクゴナガル先生じゃない。間違えて、フーチをタップしちゃった。なんとかいけそうだね。それでは高速飛行を誰が実演してくれますか？ミスター YouTube やってみますか？やってみよっか。高速飛行ね。できるかな？頑張れ。早い早い。早いのか？わかんねえな。よーし。フォーメーションについて話す。フォーメーションでの飛び方をお見せします。しっかり見てください。今日の飛行訓練の授業はフォーメーションに焦点を置きます。グループとして飛ぶときにとても大事ですよ。では始めましょう。呆れた顔をする。なんかこれ珍しいね。放棄を乗りながら授業を受けてんだね。右の生徒二人は何なんだろうな。ホークスヘッド攻撃フォーメーションを見ていきますよ。そういうフォーメーションがあるんだな。メルーラが僕にぶつかりに来るってずっと言ってるんだ。飛行訓練の授業で最後に誰かが怪我をしたのはいつだろう。しょっちゅうじゃない？私の近くで飛ぶようなことがあったらただじゃ置かないから。怖っ、怖っ、怖っ。クディッチの練習みたいだ。クディッチの一部のプレイヤーはすごく人気がある。あ、人気だろうね、それ。サッカー選手と同じやね。あの、リアルで言ったら。いや、3か、もうこれ3使っちゃおう。右上3あるから。なんか1でそろそろかなと思ったら全然だったわ。何回も何回もおっしゃった。さあ、それでは他の生徒とうまく協力できるか見てみましょう。うわ、何これ。できんかもしれん。大丈夫。OK! できた。よかった。見せれたみたい。何何何？今、カクカクカクってなったよ。一応スマホだからね。お、いいね。チョメさん真ん中じゃん。かっこいいと思ったら、ローアンカナが真ん中になってたわ。最後。いいね。ウィートーンって言ってる。やったぜ。エネルギー上限1アップしたわ。ラッキー。あ、では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ポイントもたまったね。よし。なんとか間に合いそう。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。